マッキントッシュアクスは1988年9月から1990年10月までアップルコンピューターが設計、製造、販売したデスクトップコンピュータ。このモデルは初代マッキントッシュ2のアップデートとして導入され 16MHz の MC68020CPU と MC68881 フープを 同じクロック速度で動作する MC68030CPU と MC68882 フープに置き換えたものである。アクスの初期価格は7769ベードルまたは40メガバイトのハードドライブを搭載したバージョンで9369ベードルだった。800キロバイトのフロッピードライブは1.44メガバイトのスーパードライブに置き換えられが、 アクスはこれを標準で搭載した最初のマッキントッシュである。マックアクスは零点二五基分の l 一インストラクションキャッシュ、零点二五基分の l 一データキャッシュ、十六メガヘルツバスを搭載し、システム七点五五点五までサポートしていた。アクスはこの筐体を使用した三つのマッキントッシュモデルの二番目であり、デュアルフロッピードライブと六つのヌーベスススロットを使用でき、 最後のモデルはマッキントッシュフェフェックスだったアップルの当時の命名法では X の使用はマッキントッシュフシ X よび E ブックスで使用されている 030CPU の存在を示していた。アクスのサポートとスペアパーツの供給は1998年8月31日に終了した。ありがとうございます。